けましておめでとう。今ね、リコちゃんとヨウちゃんと一緒にすごろくしてたところなの。私ってサイコロ振るのは得意なんだ。6が出ること多いよ。それなのにひどいんだよ。ゴール直前まで行ったのに、止まったコマに振り出しに戻るなんて書いてあるんだもん。いいところまで行ったのに。スゴロクって意地悪だよね。ゲームだからそんなに気にしなくていい？そうかな。確かにアクアの活動を振り出しに戻しますとか言われなくてよかったけど、そう思うと人生はスゴロクと違って、今までやってきたことも思い出もなくならなくていいかも。振り出しに戻った私を励ましてくれたんだよね。あなたって優しいな。今年も毎日頑張っちゃおっと。一緒に楽しい一年にしようね。